みんなの1時間俺にください。改めましてどうも、あいちです。今回は少し緩めな動画になるんですけども、まず一つこのチャンネルをね、普段使ってくれてる皆さんに聞いてほしい話がありますと。でもう一個は、皆さんに夏休みの目標をぜひコメント欄に書いてほしいので、その二つ協力よろしくお願いします。まずは聞いてほしい話の方なんですが、私毎週土日の朝にですね、生放送をやってるんですが、皆さんご存知でしょうか。自習室って呼んでる生放送なんですけども、8時から8時50分の間で、私もね、こう勉強したり作業したりしているので、その時間オンタイムでみんなで一緒にこうそれぞれのやるべきことをやっていこうと。で8時50分から10分間みんなのコメント読んでワイワイして解散っていう、まあ、そのライブをやってるんですね。その朝の生放送をですね、夏休み中ほぼ毎日開催することを決めました。なので7月22日の土曜日から、まあ、仕事が入ってたりとか、あとは息子とちょっと朝早く出かける時とかもあると思うので、そういった時は、まあ、事前にやりませんってことは言うんですけども、ほぼ毎日8時から9時の生放送をやりますので、まあ部活とかってね、参加できない方もいるとは思うんですけども、タイミング合う方はぜひね、午前中1時間私に時間をください。そして一緒に勉強頑張っていきましょう。そしてもう一つの目標を書いてという話もしたので、もしよかったらね、私の目標をちょっと聞いてもらえたらと思います。少し私の話をさせてください。ありがたいことに今までね、たくさんの本を出させてもらったんですが、その中でもこの自宅学習の教科書っていう本が20万部ぐらい手に取っていただくことができました。やっぱこの本がね、世に出てから、いろんなこう出版社さんからね、噛んでる？出版社さんからお話をいただけるようになったんです。でも実はそこからほとんどお断りしてて、ただこの悩みが軽くなるヒントを集めましたっていう、この本はね、どうしても今まで書きたかったから出したんですけど、でもあとはほとんど断っていて、でその中で今ね、話をこういっぱいねいただいた中で、一個だけやってみたいなって思ってたものがあったんです。でも私にとってですよ、世に本をね書いてる方は皆さんではないと思うんですけど、本を書くって私ものすごいエネルギーを要するんです、私にとっては。ですぐ書けるもんじゃなくって、でしかも一回書いたらはい OK じゃないじゃないですか。いやいや、やっぱやり取りがあって、修正があってってことが起こるので、マラソンなんです。結構ね、受験勉強と感覚が似てるんですよ、私本書くのって。でそこまでこうスタミナが持つのか、モチベーションが持つのかっていうのが、ちょっとこう自分に自信がなくって、でもうその悩みが軽くなる本を出してからもずっと断っていたんです。ただある一つのね、医者さんの本とか担当の方がすごくこう熱心に誘ってくださって、しかもそれがやりたかったことで、でも半年ぐらいもうちょっとごめんなさい、もうちょっと考えますって言って伸ばしてたことがありました。で実はいいかなってもう思ってたんですけど、でもなんかやっぱり普段こうやってダーグ動画のね、活動してる中で頑張ってるみんなを見てるんです。今回目標も書いてもらったのは、あ、みんな頑張ってんなってこうやっぱり感じることができるし、実際みんなこう動画見て頑張ってくれてるわけじゃん。勉強だったり、まあ、スポーツとか頑張ってる方ももちろんいると思うんだけど、頑張ってると。やっぱり塾講師の時から自分も姿できっと動画を撮ってるだけでもみんなに伝わってるものもあると思うんだけども、他の部分で頑張ってる姿っていうのをやっぱりこうみんなと一緒にね、頑張ってことは俺は勉強ではないんだけども、違うことで一緒にこう走っていきたいなって思いがあって、実は今回その本を受けることを決めたんです。でそれを夏休みに書き上げる。でもこの本が実際世に出るかどうか、まだ実は決まってないんですよ、この動画撮ってる時点では。だから書くけど世に出ない可能性もあるんだけど、でも書きたかった本だし、自分の中でやりたかったことだからやろうって風に決めました。だから自分の目標はそれを夏休みに書き上げることです。まあ生放送とかそれをやってることが多くなる気がします。まあ、編集もやるから編集やってることも多くなるかもしれないんですけど、私はその目標をこの夏休み掲げて頑張っていきますので、ぜひね、皆さんも目標ね、いつも言うけど、目標立てるときはやる気で出てるときだから、いっぱい盛りだくさんしちゃうんだよ。でしすぎてショートしちゃってはーってなるぐらいだったら、最初から減らしてね、ちゃんと確実に達成できる目標を立てて、でそれをこうね、目指して頑張っていこう。8月が終わった時、夏休みが終わった時に振り返って、いや頑張ったってやったらえいってみんなとやりたいので、ぜひ一緒に頑張ってもらえたらと思います。
はい、ということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。今回ね、自分語りが多かった内容なんですけど、最後に一つもう一個だけで、ちょっと重たい話になっちゃうんだけど、みんなにどうしても伝えたいことがあるので、よかったら聞いてもらっていいですか。で、何かっていうと、皆さんも時間が大事なんていうことは分かってると思います。タイムイズマネーなんて言葉もあるしね。でも俺はきっと普通の人、平均的な方よりはそこの気持ちが強いと思ってるんです。なんでかっていうと、大学の時に私は一個病気をやってしまって、それがもう治らないんですね。もちろんすぐに命に関わるとかっていう病気ではないんですけど、その時の担当のお医者さんからね、19歳の時かな、あの時は19の時に、君の病気はいつ急に急変するかもわからないから、それ覚悟はしてくれというふうに言われていて、一種ね、ちゃんとそれを抱えていきなさいよっていうのをこう示してくれた言葉だったと今では思ってる。その時はグレたんだけどね、すごいあれなんだけど、今はそれを受け止めきれてて、そう思って生きてる。だから、みんなもいつかさ、人は死ぬなんてことはもちろん分かってると思うのだし、命に終わりがあることも分かってる。でもそれはきっとまだ先の話だし、自分には関係ないってちょっと思ったりしない？俺学生時代すごくそれを思ってて、そのお医者さんに言われるまではね。でもね、やっぱり時間は限られてるんだよね。だから一日一日毎日を必死に生きろなんて思ってない。それは潰れちゃうから。息抜きも大事だし、ダラダラすることだって絶対に大事なの。でも全部総合的に踏まえた時に、ダラダラしてることさえも意味があるんだよ。そう、自己嫌悪になるためにダラダラしてるんじゃなくて、次頑張るためにダラダラしてるんだって意味を変えてほしいんだよね、そこの部分を。でその意味を変えることはやっぱり自分にしかできないと思ってる。これから40日間の夏休みが始まるよね。やっぱり40日って結構長いから、どう過ごすかってすごく意味が変わってきちゃうんだよ。だから8月が終わった時、9月の初めの時にいい夏過ごせたなって思えるかどうかは、みんなの過ごし方もそうだし、時間の使い方もそうなんだけど、使った時間をどう捉えるかっていうのがすごくすごく大事になるとこなので、なんか自分にプレッシャーをかけすぎずに、でも甘やかししすぎずに、うまくそのね、自分の中で意味を、その過ごしてきた意味をこう意味付けしていってもらえたらいいのかなと思ってます。このね、本編でも話しましたけど、私も夏休み、みんなの見えないとこにはなっちゃうけど、頑張っていくので、ぜひね、夏休み終わった時にこうやって、よしお疲れ、よく頑張ったな、うちらってやらせてください。その動画撮りますから、きっと忘れてなければと思っております。はい、つまり自分方ね、本当ありがとうございました。またね、来週はね、久々に講演会の動画を月曜日に上げます。だからこう喋る動画は再来週になるかと思うんですが、この夏まで月曜日には毎週動画上げていきますので、よかったら来週もまた見てみてください。では、今週1週間、夏休み前最後かな、最後の1週間となりますので、今週も1週間お互い頑張っていきましょう。それじゃあまたね、バイバイ。